ご主人様、こちら本日の朝食でございます。どうされましたか？ええ、本日の朝食は昨日のご主人様の健康数値をもとに栄養バランスを考えてお作りいたしました。野菜が多いのは昨日ご主人様が外で暴食をされたからでは。私はアンドロイドですから、ご主人様に意地悪をしようだなんてそんなことはみじんも考えておりません。うん、なんでしょうか。そのように頬をつねってみせても私は痛みを感じません。文句を言わないでください。そのように設計されたのはあなたのお父様です。あなたのことをお父様と同じ立派な科学者にする、そんなサポートのために作られたのが私ですから。ご主人様、一体どちらに行かれるのでしょうか。本日は研究室にこもって一日新しい薬の開発をする予定では。秋田から町に出て遊ぶ。いえ、そのような予定はカレンダーには入っておりませんので。いえ、これ以上は行かせることができません。申し訳ございませんが、研究室に戻ってください。ご主人様、ご主人様、制圧モードに移行しました。あなたの意識を奪い、研究室まで強制連行させていただきます。嫌っても結構です。ご主人様の成長のために私ができることは何でもさせていただきますから。おや、目が覚めたようですね。さあ、地下の研究室へと移動してきました。早く研究に取り掛かってください。今から56分30秒は薬の調合およびレポートの制作および送信。そこから5分間排泄および身体的リフレッシュを挟み、そこから45分20秒。何でしょうか。細かすぎる。それがアンドロイドですから。ご主人様は私のタイムスケジュールに、申し訳ございません。オイルが切れてしまったようです。いただいてもよろしいでしょうか。以後スケジュールを3分間後ろに、ま、あ、ありがとうございます。オイル補給開始。オイル、ご主人様、これはオイルの味では。
あれ？ここは、どこだ？体が熱い。ご主人様、ここは？今の時刻は？私、体がおかしいのです。すべての処理能力に遅延が見られるようで、何もご主人様に必要なことの処理演算が追いつきません。そうですか。私は倒れてしまったのですか。一体なぜ。確か、オイルの補給中に。そうだ。なんだか、妙な味がして。え？間違えて、開発中の惚れ薬を。ご主人様、なんてことを。通りで、こんなにも体が熱を帯びて。当たり前でしょう。私は元のベースが人間なのです。ご主人様だってご存知のはずでしょう。そんなものを大量に飲んだら、ご主人様、発熱が止まらない。苦しい。苦しい。早く、解熱しないと。ご主人様。これより、体の発熱処理に入ります。すべてのスケジュールは、もう、どうでもいいよ。どれだけ遅れても構いません。ご主人様の惚れ薬の開発成功が、私の体をもって立証できたわけですから。ですよね。そうですね。それではささやかながら祝勝会と行きましょう。街に出たいほどストレスが溜まっていたご主人様には、こちらの惚れ薬を追加で補給します。こんなに楽しいのは、生まれてから初めてです。私だけ飲まされたのではフェアではありませんから。さあ。私は、ご主人様のためだけに作られたロボットです。そんなあなたのことを馬乗りにするだなんて、失敗作だと、世の科学者は言うかもしれませんね。ですが、これは仮定に過ぎないのですよ。ね、ご主人様。私とご主人様の関係が成功か失敗か、これからの時間の結果で決まる。最大限の愛を持ってご主人様。あなたのことを壊しましょう。